4月25日、最新セリーグ順位表。8地点取っても役に負ける。神宮だけおかしいよ。野球とは違う何か。神宮花火大会は夏に開催されるのが通常なんやがな。ヤクルトだけ柳外人当たってんの。巨人対中日、3対2で巨人の勝利。巨人の勝ち方は理想的やったな。先発が6回まであとは勝利の方程式で逃げ切る。去年の巨人とは完全に違う。巨人は今日バントなかったけど、阿部は心入れ替えたんかな。まあでも今日の巨人はバントならなーって場面はあったやろ。あれ絶対、大城代打やなくてバントしとけよかったって思ってたで。中日が弱くなっていってるんだ。何か例年みたいでつまらん。なんであのコース要求したのかがほんまにわからん。というかその前の佐々木に支給出したのもマジでアホ。細川のホームラン相変わらずおかしい。ヤクルト対広島、9対8でヤクルトの勝利。やつ広道やったらこの球で4時間も試合できるんや。ヤクルト強いわ。打線か。オスナサンタナが揃ってんのに最下位の球団があるらしい。ヤクルトだけ打線はいつも平常運転なの笑えてくる。いくら神宮とはいえホームラン出すぎだろ。飛ぶ球場定期。栗林いい球投げてたけどな。あれホームランにできるのサンタナだけだろ。ヤクルトの助っ人がずるすぎるやろ。打程投稿時代にふさわしく、投手力があるチームが順当に A になりそうやね。わい今年は巨人阪神が抜けて残りは団子って予想だったんやけどそうなりそうかね。